年で J リーグ30周年、今までもこの国立競技場ではヴェルディと清水エスパルス決勝戦で3度対戦成績があります。カップ戦で1992年、ヘディング、カルリーニョス、いや高かったですね。ファーサイド、ヘッド、谷口です。中山来る、カルリーニョス、中山クロスがゴール方向に飛んでいきました。マテウス、狙っている、カルリーニョス入れ替わって中3枚来る、クロス、ジャイロってくる、中山、おっと PK、 ハンドを取りました。プレッシャーのかかる中でね、まあ、中原背後へ、染めるが抜ける、染めるいつき、高橋がこのタックルが来た、 PK です。 PK のジャッジ、大久保も全員で戦っています。